はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第170回でございます。今回テーマが不安との付き合い方です。で、まず今日火曜日なんですよね。普段は日曜日の、夜の8時からね、アップしてるんですけど、風邪をひきまして、おとといじゃねえや、昨日病院に行ってきて、今薬湯でね、結構かなり、ね、何種類か薬飲んでるんですけど、で、咳がやっとちょっと落ち着いたので今、なんでこう撮ってるんですが、ちょっと遅くなってすいませんでした。で、今回、まあ、このテーマで喋るんですけど、下にね、その合格できるかなとか、成績上がるかなとか、うまくできるかなみたいなのを書いたんですけど、先日メッセージカードのね、募集をさせてもらって、今選んでるとこなんですけど、結局330人ぐらいの方からね、応募いただきまして、で、今ね、150ちょっと半分ぐらいか、読み終わったんですけど、こう、まあ、書けないね、メッセージカードを送れない方の方が多いので、ですごい、こう、多かったのが、やっぱり励ましてほしいっていうメッセージがすごく多かったんですね。で、まあ、理由も長文でね、書いていただいてる方も多くって、まあ、とにかく、まあ、まとめると不安なんですよ。まあ、受験生だったら、合格できるか不安だとか、ね、普通に1、2年生でも成績上がるか不安とか、いろいろあるわけじゃないですか。部活のこともあったし、恋愛もありましたけど。で、まあ、共通するのが、こう不安がなくなるようにみたいな、こういうメッセージくださいみたいなのも多かったので、であればちょっと不安について今回自分が思うことを話してみようかなと思って撮っております。で、まあ、咳込むかもしれないけど手短に済ませようと思うんですけど、一つ自分が伝えたいこと、一番伝えたいことは、不安に思うことをダメなことだっていうふうに思わないでください。特に受験生は周りがさ、頑張ってる。でも自分も頑張ってるんだよ。でもどうしても自分の評価って低くなるんですよね。同じ量頑張ってても、あの子は頑張ってるのに私全然頑張れてないとか、あいつ頑張ってるのに俺ダメじゃん。もう結局俺ダメなやつだわ。みたいな風に自分への判断というか評価が低くなっちゃうんですよ。特にこう、行き詰まるというかいっぱいいっぱいになってくるとね。で、そうなると、こうやってさっきも言ったようにどんどんこう、自分への評価が下がるんで、不安が増していくし、不安に思ってること自体さえもダメだというふうに、なんか不安イコールダメみたいなふうにつなげてしまう方がやっぱ結構多いし、まあ、今回の読んでてもすごく感じたんですけど、それは違うと。で、なぜなら、不安っていうのは基本的にね、自分が思ってるのは失敗したくないとか、そっから来るわけじゃないですか。受験も、まあ、部活の大会とかにしてもテストもそうですけど、失敗したくない、失敗しちゃったらどうしようっていう不安があると。それだけみんなにとって大事なことなの。いい？テストとか受験とか部活とかその大会のことが、もしどうでもいいこと、本当に心からどうでもいいことなんて不安なんて思わないよ、うん、と思っていて自分はね。だから不安に思うのはいいんだっていうふうにまず思ってほしい、大前提として。ごめんね。で、もう一個、まあ、伝えたいのは、不安の消し方をよくね、聞かれたりします。これは普通にメールで相談受けたりするときもあるんですけど、不安消すにはどうしたらいいですかっていう。で、不安はですね、基本的に消せないと思ってます。これは大人になってもそうです。みんなのお父さんお母さん、学校の先生、まあ、近くにいるね、身近な大人っていう人たちも何かしらの不安を持ってるはず、基本的には。外に出さないけどね、大人ってあんまり。自分ガンガン出しちゃうんですけど、で、何かしらの不安は持ってると。で、唯一消すっていうか不安を小さくしていく方法があるとしたら、それはもう努力です。努力で、その努力によって自信をつけて、それが不安を上回る。うん、やっぱり努力に裏付けされるもの、自信っていうのは不安をかなりかき消してくれるとは思いますけど、うん、まあ今回受験生に向けて話すとするんであれば、やっぱり人生初めての受験の方が多いですよね、高校受験。どんな感じかもいまいちイメージまだつかめない。聞いてる話だし、話では分かってもさ。だから、やっぱり見えないところと戦う感じもするから余計に不安が募ってしまうと。うん。だから、まず消すことはできないっていうところと、不安に思ってもいいんだよっていうところをちょっと思っててほしいですね。でも、って言ってもさ、みたいな。ね、できれば不安はちっちゃくしたいじゃないですか。じゃあどう付き合っていくかっていうと、これ実は解決方法は知らないんです自分は。心理学のね、先生とかでもないので自分ね。ただ、普段自分が思ってる、俺がね、
思ってることをそのまま伝えるんだったら、もう一歩一歩行くしかないよねって開き直ることしか俺はできないんです。今こうやって YouTube でね活動したり、まあ実際の仕事もしてますけど、今いろんなことをさせてもらって、でもすごい不安でしょうがないの。なんていうのかな、この YouTube の活動を始めた頃、まあその前だったら塾講師やってる時よりも今のが不安が大きいです、俺は。やっぱりごちゃごちゃ考えて夜寝れなくなることとかもやっぱりあるし、今でも。でも結論として大事にしてるのは、でも結局よく自分俺言うんですけど、人間は空は飛べないと。まあもちろんなんか器具使えば飛べるけどさ、ピューンって飛んでいくことはできない。でも一歩一歩歩いていくことはできるんだよね。でそうやって今歩ける一歩を踏み出していくしかないよなって、最終的にいつもそこの答えに行き着いて寝るんですけど、そう、何の解決にもなってないんだよ、解決になってないんだけど、今できることって何かなっていうことを考える。みんなに置き換えるんだったら、急にさ、例えば何か魔法か裏技かわからないけど、これをしたら明日偏差値が10上がるぜみたいな、ないでしょそんなもの。あったら俺は疑うけどね今みんながじゃあこれを何時に聞いてくれてるかわからないけど、じゃああと今日1時間勉強ができるとね。じゃあその1時間で何をするのかって、1時間ってさ言ってしまえばあっという間に過ぎるじゃん。でもその中で何をするのかで、例えばもう1問でも2問でもいいと思うの。できることを増やして、それが一歩一歩だよね、みんなにとっては。自分だったら動画を作るとか、仕事をする、仕事を一個こなす、今すごいいろんな仕事ちょっとね任されてるので、もうどれからわーってなるんだよ、もうどれからやればいいんだよみたいな感じになっちゃうんだけど、でも順序立ててさ、まずこれをやろうって、よし終わった、はい次これみたいな風にやっていくしかないんだよね。寝て起きて仕事が終わってるなんてないからさ。でみんなもそう、やっぱり闇雲に不安に思ってしまう。それにこう受験っていうね、合格不合格ってはっきり分かるもの、テストだったら成績が上がる下がるってはっきり分かるものと戦ってるから、そこは不安になってしまうんだけど、今できることをやるしかないよねって、っていう風に切り替えるきっかけになってほしいなと思って、今回ちょっとこの話をしました。ごめんね、もしかしたらこうこれをこのねダラダラジオ聞いたら、うわやったぜ不安、こうやればいいのかみたいな裏技的なのを教えてもらえると期待させてたらちょっと申し訳ないんですけど、自分自身もそうだし、塾講師の時の生徒も見ててもそうだけど、やっぱり一歩一歩しかないんだよねと思って。であと、まあ、センター試験だったら1月なんで、あと1ヶ月ちょっとね、1ヶ月半ぐらい、半もないかも、ちょっとですよね。で高校受験の子だったら、まあ、1月に私立があるのかな、ほとんどの動画で2月3月が公立につながると思うんですけど、まあ、あと3ヶ月ちょっと、まあ、3前後ですかねってなります。100日ちょっとですよね、きっと。分からない、あの時期によると思うけどさ、100日もなのか100日しかなのか、それはみんなにとってどっちでもいいんですけどね、受け取る方は。ただ100日もって言って安心感生まれちゃってる子は100日しかってちょっと思うようにした方がいいし、100日しかないよもうわーってなっちゃうんだったら100日もって思った方がいい。そこはバランスを取らなきゃダメ、気持ちのね。ちょっと話がいろいろね、あっち行ったりこっち行ったりしちゃってるんだけど、不安に思いながら勉強したりとか、不安に思いながら練習する、もちろん不安を元にしてよっしゃ頑張るぜって切り替えられてやったらいいんだけど、じゃなくってこう勉強しながらね、みんな書くじゃん、しゃべ問題出るときに、はあ、落ちたらどうしよう、はあ、ああでもなあいつ頑張ってんで、ああどうしようマジで、ああもうみたいな風に思いながら勉強するのってめちゃくちゃ効率が悪いです。頭入んないっす、それ入んなら残らない、頭に。だからやっぱり切り替えるしかないで、悪循環になっちゃうかもしれないけど、無理やりでも切り替えに行く。今はこの問題を解けるようにするしかないのって、そうで切り替えてやっていってください。もう時間は限られてるのからね、できることも多くはないけども、でも100日あったらできることはいくらでも増やせるし、いくらでもって言い方おかしかったね、できることは増やせる。センターの子たちもあと30日ちょっとね、できることまだ増やせます、40日ぐらいあるのが。
なので不安に思ってる自分を否定しない、まずは。で、不安を消すことに期待しない。消すことはできないです、基本的に。ただ前から話してるように、今日勉強したこと、今日できるようになったことを寝る前にちゃんと確認してください。みんなは何できるようになったっけなっつって、あ、今日これとこれできるようになったんで頑張ってね私、よしおやすみって自分に言ってあげてください。それが自信につながるから。頑張ってるよね私って、俺頑張ってんじゃんって。で、それの繰り返し、細かいよ、ちっちゃいことだけど、その組み繰り返しによって自信がちょっと つけてくる、つくことができる。で、その自信によって不安がちょっとだけ解消される元になるので、ぜひそんな感じでね、頑張っていってもらえたらと思います。はい、では今回はハイチのダラダラジオ第170回テーマ、不安との付き合い方について喋らせていただきました。今回はね、今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、今週の日曜日が12月一発目なので、12月のポイントをちょっと話していきます。で、2週目3週目11だったかな、そうね、11、18で、ここなんですけど、あ、どうしようかな、うん、今そのメッセージカードのメールもらってて、結構ね、具体的な相談とかもあるんですよ。うん、で、それをもちろん名前は伏せますけど、それを返せそうだったらそれをちょっと返そうかなと。あのメッセージカード10人しかね、送らないって言っちゃってるんで、そう。で、24日はまあクリスマスイブなので、まあ勉強の話じゃないかな、わかんないけど、という流れになると思いますので、もしよかったら次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。